津の酒びどりは、カモメ酒びどり科に分類される鳥類の一種である。本種一種で、津の酒びどり族を形成する。和名で津の酒びどり、同意味の英語の通称で、ホーンドスクリーマーと呼ばれる。学名のアンヒマは、トゥピコ族で黒い鳥、コーニュータは、ラテン語で、角があることの意であり、旧族名パラミーディアは、ギリシア神話に、パラメーデスが飛ぶ鶴の形に基づいて、 いくつかのギリシア文字を形成したの由来。南アメリカ北部から中部に分布する。全長8094センチメートル。重約30003150グラム。額に15センチメートルほどの角状の角質の突起がある。左右の翼角に長くて、鋭い爪がある。状態は光沢のある黒色で、頭上と下首に白色のブチがある。腹部は白色。 交際は黄色からオレンジ。足は灰色がかった茶色。死有動色である。丹畑種である。湿地や水辺の草原、森林の中の故障の騎士などに生息する。植生は主に草食性で、水生植物のほか、特にヒナが昆虫類も食べる。湿地の地上に映像し、産後個の卵を産む。放卵日数は40から47日である。 私有とも放乱する。ありがとうございます。